ピンゲラップ干渉は、ミクロネシア連邦のポンペイ州に属する太平洋の干渉で、ピンゲラップ島、スコル島、大海カ等島の3島で構成されている。これらの島は、暗礁でつながり、中央の証拠を取り囲んでいる。人が居住しているのは、ピンゲラップ島のみである。干渉全体の満潮時における、 陸地面積は1.8平方キロメートル、幅は最も広いところで4.0キロメートルである。干渉にはピンゲラップ語という独自の言語があり、住民の大半、約250人がこの言語を話している。ポンペイ地域の地図、ピンゲラップは地図の東端にある。この島々を最初に調べたヨーロッパ人は、シュガケン号のトーマス・マス・グレーブ船長であった。 そして1809年、レディー・バーロー号のマッカスキル船長が再放した。位置の測定に誤りがあったため、19世紀の地図には、カスティーノ諸島内のマスグレーブ諸島とマッカスキル、諸島として別々に命名されていた。元来、ナムワーキと呼ばれる最高司令官が干渉を支配していた。この称号は特定の土地所有権を所有者に与えた世襲の称号である。 第一次世界大戦が始まった後、1914年10月に日本がこの干渉を占領した。日本が統治している間、称号の名称は島長官に変更されたが、世襲の制度はそのまま維持された。日本は第二次世界大戦の太平洋海域戦における戦闘行為中、ピンゲラップ島南部を補給基地として利用した。 その後、連合国がこれを攻撃した。島に外国部隊が駐留したことにより、淋病、結核、赤痢などの様々な感染症が発生し、人口は戦前レベルの約1000人から約800人へと減少した。また、出生率も大幅に低下した。1945年アメリカ海軍が来て、伝統的な体制と並存する形で、 民主的な仕組みがもたらされたが、伝統的なものは徐々になくされていった。ピンゲラップ人の子供全般に初等教育が提供され、戦争中に広まった病気を根絶するための限定された医療制度が設立された。1960年代、平和部隊とアメリカ空軍が本島に駐留し、島の北東部にミサイル監視所が建設された。また、 本当の証拠に突き出る形で、三橋が建設され、1978年の初めには離着陸場として稼働を始めた。滑走路は1982年に完成し、現在はカロリン諸島航空が干渉より1日に3往復の便を運航している。熱帯気候であり、年間を通して気温は高い。また、降水量も年間を通して多い。住民には、 かなりの割合で一式核が見られる。これは網膜に機能する水体細胞が全く存在せず肝体細胞しかないことで起きる先制の遺伝子疾患で全く式核を持たない症状を引き起こす。この島においてこの症状はマスカンとして知られている。一式核は通常滅多に見られない症状である。この島にこれだけ広まっている理由は百七十五年に 島全体を襲った壊滅的な台風によるボトルネック効果にまで遡る。この災害で生き残ったのはたったの20人だった。生存者の一人、ナムワ・アーキム・アネニースドが大元となる遺伝的条件の保有者であったと現在では考えられているが、四季角以上が発現したのは台風の5、4世代後になってからであった。その時には2.70%のピンゲラップ人が、 罹患していた。色覚異常は、常染色体染性の疾患であるため、ナムワーキムワネニースドの子孫間で、近親交配が進んだことにより、先性対立遺伝子の頻度が上昇したと考えられている。創始者効果と近親交配のため、6世代後までに発症率は4.92%に上昇した。現在、 島内の四季角異常者の先祖をたどるとすべてナムワーキ、ムワネニイスドに行き着く。この干渉は今日でも遺伝学者の関心を集めている。それは遺伝子プールが小さく人口が急増しているからである。今や有病率は人口のほぼ10%に、無症候性キャリアの割合は30%以上に達している。 これに比べアメリカ合衆国での有病率は3万3000人に1人しかない。神経学者、オリバー・サックスは1997年の著書の色のない島へ、脳神経界のミクロネシア探訪機でこの島について触れている。ありがとうございます。